ピニャータ。どうも、さとみです。さあ、今回第五人格サバイバー側のおもちゃ職人使って遊んでいこうかなと。でね、今この腰につけてるこの携帯品、これピニャータって言って、これをつけることによると、なんとですね、スキルを使った時のエフェクトが変わるといういつものあれでございます。でピニャータってどんな意味かみんな気になってると思うよね。俺もわかんないのよだから調べました。そしたらなんかね、人形みたいな中におもちゃだったりお菓子みたいな、そういうものをたくさん詰め込んで高い場所になんかぶら下げとくみたいな。で子供たちは防火なんかでその高いところにぶら下がったこの、まあ、人形をつついたりして、お菓子とかおもちゃとかを取るみたいな、そういう感じのね、なんか遊び。いちかーちかー、マジか、やめとけやめとけお前本当に。ちょっと待って、あのおもちゃ直に久しぶりすぎてさ、どうやってパラソルを開くのかどうかもちょっと分かんなかったっていうあの久しぶりに使うキャラあるある言っていい？あのスキルエフェクトこうあの変更するアイテムをつけても本当に変わってるのかのどうかちょっといまいちよく分かんないっていう。最近はね、もう患者と心理学者しか使ってないね、サバイバーも特に。さあ、鬼没ではないか、感謝だもんね。じゃあちょっと時間かけてこの弾の場所さえ気をつけたら、弾の場所さえ気をつけたら、言うてそんなに怖いものはないから、いいよ、弾気をつけてるよ、大丈夫大丈夫大丈夫、撃てない撃てない撃てない、どうするどうする、それも来るしかないよね、来てる来てる来てる。でそこ割ったか、そこ割ったんだったらちょっとここな、弾来るかもしれんから、ちょっと一応ね、見よ、ピニャータ。いや今のは、まあ、久しぶりに使ったとかシンプルに関係なく、いやよく当ててきた泣き虫が狙ってたもんな。ちょっと高低差あったからちょっと油断してたわ、いけんやろぐらいの気持ちでいたけど、でも残りね、言うてそんなにまあ早死にしたわけじゃないから、まあ残り2個頑張ってこうごまかして、これダブルダウン、それはまずいから、ここでしっかりと距離を稼ぐ。いやそこで一発受けてくれたことによって俺が参るぜ、ここに行く、この無敵ポジ。さあ、いいよ、ここでしばらく待機してて、でこれ釣られちゃうな。あ、待って、口笛、あーこれ受けないと、受けないと危ねえ。残り時間あとちょっとのところで受けたもののギリギリ回復して一発もらう。そこで今救助に走ってたから救助入る。でこれ俺んとこ来るでしょ、俺んとこ来るべ、ナイスキルナイスキルでしょ、俺んとこ来てんな。これちょっと時間稼ぎたい、ここでちょっとセカンドチェイス持たせないとやばい、行くぞ頑張るしかねえ。ここでいいよ、その空振りはでかい。さあ、ここからスチェイススチェイスいいよ、スキルはもう今使えないから、あ、これいけないかな。いやでもスキルまだ打ってないだろ、あいつ打ってないだろ、いいよしっかり、いやーこれは間に合うか間に合わないか、ギリギリ、危ねえ危ねえ、ガチ危ねえガチ危ねえ、いいよしっかりとしっかりと使って、打ってくる打ってくる、こういうギリギリのところ打ってくるから、あーこの後ろの怖い、後ろの絶対使ってくる、絶対やってくると思ったんだけどな、ちょっと甘えたな、もうちょっとこっちに入りすぎた今、しっかり当ててくんな、しっかりと板壊すところと壊さないところを見て、まあでもあと1個だから仲直りまでは全然いける気がする。墓守が今助けに来てくれてんだ、この感じ。改めて見るとおもちゃ職人って可愛いよね、第五人格の中で。ありがてありがてサンキューサンキューサンキュー、いいよ、感謝ないからバレてない。ここであとちょっと持てばいいだけでしょ、ちょっとここで時間稼ぐわ。あ、ナイス、先に行くよって言ってる。じゃあちょっとあれだね、どうしようかな、これ強気に板当てに行ってもよかったけど、お、あ、オッケーオッケーオッケー、頼む頼む、やってくれ、ありがてー。待って、やばいんじゃない、これ大丈夫、ギリ、あぶねー。いよいよスキルを使わせてしっかり逃げる。さあここね、どれだけ持たすことができるか。さあ、さとみの小手先チャンネル行くよ、こっから。あ、待って、これね絶対うい止まれないんだよな、それそれで滑ってくるやつ大体早すぎて止まれないんだよな。あぶ、あぶねあぶね、マジでギリギリ。いいよ、これゲート開いただろ、さすがにゲート開いてだろ、これはいけるぞ、ナイスナイス久しぶりすぎてやべえし、めっちゃあったけどなんとかごまかしてる。てか待って、肝心なスキル全然注目して見れてないんだけど、どういう変化あった、みんなこれ今肝心なスキルが全然注目して見れてない。さあ、見失っている見失っているぞ、ここは。よし、でもなー、もうこれおもちゃないからどうしようかな。どこにあんだハッチ、これ向こうのゲートが開いてて、ゲートから出れるか、瞬間移動に今変えて、いや出れなそう、
出れなす、あ、なんか奥側にハチあったっけな、戦いすぎて1個前の試合の記憶か、まあ、混同してる記憶があるあるじゃないこれ、ハッチの場所あれ1個前の試合だったっけなみたいな、これ俺結構あるんだよね。いやカラス待ってる、これなスキル使って突進してくるよな。あーゲートまっしぐらだったらちょっとこっち側に移動、おゲート直進したね、ゲート守る、でも本命はこっちなのよ、こっちでハッチがなかったとしてもこの辺におもちゃが、俺が置いたおもちゃがね確かこの辺にあるのよ。あったあったあった、これを回収、あれ回収、あ回収して、さあ OK でこれでもう素直にゲートから出ようかなおもちゃで飛んで素直からゲートに出るわ、行くぜ。これ読み合いね、相手も多分弾を当てるだけでいいって思ってるからそんな無茶してこないのよ。でもだよ、いる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 、さあ来るぞ来るぞ、弾が怖い、弾だけ怖い、ちょっとこれ設置して、あ弾あぶね、あ加速に使ったのか今当てるというよりは、危なかったねだいぶね。でもこっちに来てくれたことによってこれ間に合わないでしょ君、絶対君間に合わないそれおもちゃ職人面白すぎるマジでめっちゃおもろい本当に。てか待って、全然結局スキル見てないし。というわけで2戦目月の川公園遊園地やっていきたいと思います。てかマジで1戦目スキルの変更確認しそびれたなもう何だったら途中から確認しようとすらもう思ってなかったもんね。もう気がないというかちょっと追われてたじゃんずっと。だから今回はマジでちゃんとしっかりと見るわ。あれこれ鬼誰だ、どこにいるんだこれ今。あーなるほどね、橋の向こう側か。おっと鏡、おい鏡の場所探してたら爆発させちゃったよ。あ向こう側にいますと。でまあちょっと今回はもう試合勝てなくてもいいかなって思ってる正直。そんぐらいの勢いでちゃんとスキルの変更をしっかりと覚えてるっていうのを今胸に刻み込んだ。てか俺今思ったんだけどさ、あんまりおもちゃ職人っていうキャラクター使ってないんだよね普段、全く使ってないんだけど、こう久しぶりに使うとやっぱ可愛いわ、なんか品があるというか、なんか第五人格が可愛いキャラ結構出てきたよね。心理学者もさ可愛いじゃん、調香師、心理学者、おもちゃ職人、うん調香師は別に最近出たやつじゃないけど、そう最近ちょっと可愛い系のねちょっとサバイバー増えてきてるから、可愛い系のサバイバーって続いてんだったら職業アイドルそろそろ来てもいいと思うんだよね。俺はずっとアイドル実装待ち望んでるよ。おもちゃ職人が入れるんだったらアイドルが入れる隙もあると思うんだよ。アイドルなんて職業出たらさ、ボロボロの服でももう逆にギャップで可愛いし、可愛い服着てたら着せたらさもう無双やんそんな。あ待って、俺こっち側の暗号機結構いい感じに閉まってると思うから、あれねちょ今回決めたいこと1個あるわ。あの遊園地のジェットコースターのあの乗り場、あそこからこのおもちゃ職人の道具を使ってもうぶち飛びたい。俺それ今回絶対成功させたいわ。とりあえずここ置くだけ置いといて解読するかめちゃめちゃ目立つ、もう飛びますよと、ジェットコースターのとこ飛びますよと言わんばかりのこの路線なんかおもちゃ職人でしかできないやっぱ戦い方みたいな、まあ、患者出ちゃったからね、こう空中移動系、まあ、同じ、まあ、いいよね。なんかそのキャラクターだけでしかできないチェイスっていうもの持ってるキャラクター好きだな。祭司とかもそうなんだけどさ、個性というか、個性で思い出したけど最近ヒロアカ見てて、ついにですねジャンプのヒロアカまで手を出しました。はい、あの単行本派で単行本は全部追ってたんだけど、もうねどうなってんのかもう気になりすぎて、もうジャンプの本誌をちゃんと今読んでるっていう鬼滅ぶりだな、なんかジャンプで追い始めたので、1個追うと他のなんかこうね気になってる作品も同時に追えて、なんかすごい面白いってなって。でもさ単行本のさその話続き気になると思ってさ、そのジャンプ手に取るもののさ、もうジャンプのさもう読み切っちゃったらジャンプの先まで結局気になるっていうからさ気になるっていうところに関しては同じ、まあ、でもやっぱね世の中に出てるその物語を全部知れてるっていうのはちょっとだいぶこう精神的安定剤みたいな感じになる、うん、これ気になる、もう出てるんでしょっていうのがなくなるから、おとなしく週1の更新を待つだけ週1のねジャンプの発売を待つだけっていう。ナイス、おナイスと思いきやジェットコースターから降ろされてる。さあ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 やってやるやってやる、俺が助けて仲直りしてそのままおもちゃのジャンプパッドを使って遠くまで飛び去ってやるぜ。俺がガチでかますよ。てかこの傭兵の肘当てをね、いくよ傭兵の肘当てを、これクロートはこの辺に置いとく、はい置いといて、はいよいよ、このまさかの手厚い2人救助で、この肘当てを心理学者傭兵どっちでもいいよ、もしないんだったら使って、あどっちか取ったな、取ってるなちゃんとアイテム。
ナイス、心理学者殴られるからの、ここで行くよ。分かる、すごい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 、なんか超光子の香水振ったモーションみたいな霧みたいなものが出てる。何これ、パルファム、なんかそういう香りみたいな、すげえいい匂いしそうなの。あ、これクールタイムあるあるよね、やっぱね。今2連続で飛びてえと思ったのにクールタイムの存在忘れてたわ。さあここでハンターがスキルを変えたもののだよ、もののもう無理でしょ、もうアウトでしょこれは。あ、ゲート開いた、ナイス。じゃあ出ようぜみんな。はい、出まーす。あ、かわいい。あ、祭司のその衣装マジかわいいな。その衣装の祭司どあたりだと思うわ。てか今回スキルちゃんと確認できてよかったわ。これで確認できてなかったら俺完全にピニャってたよね。ピニャッタの使い方合ってる？最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。